今回は私たち日本のファンにとっても嬉しい角田裕毅の争奪戦を振り返ってみます。来シーズンの今頃はさらにヒートアップしているかもしれません。角田裕毅を欲しがったチーム、角田裕毅の RB 残留が正式発表された時点でシートに空きがあるほとんどのチームが水面下で角田裕毅に接触していたと思われます。個人的には唯一メルセデスだけがその対象外だったと考えていますが、それ以外のアルピーヌ、ハース、ウィリアムズ、そして今後アウディとなるザウバーは角田裕毅を欲しがっていたと思います。この中では特にアウディが本気で角田裕毅を獲得しようと動いていたと言われています。レッドブルが設定した約8億円とも言われる移籍金もアウディは全額用意する意思を示していたと見られています。アウディは以前からサインツに興味を示しており、角田裕毅はあくまでサインツを獲得できなかった場合の2番目の候補と言われていましたが、それでも8億円を用意していたというのは角田裕毅に対する評価の高さの表れです。すでにアウディはドイツ人ドライバーのヒュルケンベルグを複数年契約で獲得しており、大ベテランと若手期待の星の角田裕毅のコンビは非常に魅力的で強力なラインナップと言えます。ヒュルケンベルグとサインツのベテランコンビも魅力的ではありますが、やはり伸びしろやチームのムードを考えるとベテラン2人よりも愛されキャラの角田裕毅の獲得には大いなる可能性を秘めていたと思います。そのため個人的なイメージではアウディはサインツよりも角田裕毅を欲しがっていたように感じています。その他ではオコンを切ったアルピーヌやウィリアムズも水面下で角田裕毅に接触していたと予想します。元レッドブルのガスリーとアルボンが角田裕毅と仲がいいことも相まって、彼らは角田裕毅の獲得を後押ししていた可能性もあります。しかしレッドブルが設けた約8億円の移籍金により一歩踏みとどまったと見ています。角田裕毅は9月までにレッドブルに残るかどうかを決める必要があり、その前に他チームが契約する場合この8億円が必要だったと思うので、アウディを含めたその他のチームは移籍金が解除されるまで状況を見守っていた可能性があります。その状況で角田裕毅と RB の契約更新が発表されたので、彼らは他のターゲットに目を向けることになりました。角田裕毅が RB と契約更新するまで移籍市場の主役はサインツと角田裕毅の2人で間違いなかったはずです。サインツに関してはメルセデスやレッドブルを含んだ多くのチームと交渉の場を設けており、その交渉は現在も続いています。ただ現在全盛期を迎えているサインツを獲得することには少なからずデメリットもあります。一つはサインツの年齢です。現在29歳のサインツは9月で30歳になります。そのため現在の走りがあと何年維持できるか全く読めない年齢に差し掛かることになります。今後サインツを獲得してタイトル獲得に向けチームとマシンを作り上げるにはあまりにも時間がないと言えるのです。もう一つはサインツが現在もらっている高額年俸です。サインツはマクラーレン在籍時にフェラーリから抜擢されたので、当然のように年俸もつり上がり、今年は約20億円を受け取っています。メルセデス以外のチームはこの高額年俸を用意することはできないと言えます。もちろんサインツ側もそれを考慮し年俸の減額も考えているはずですが、いきなり3分の1、4分の1まで下げることは彼のプライドが許さないと思います。サインツを獲得したら確実に勝てるとは言えず、そのドライバーに中団下位チームが巨額な年俸を工面できるかどうか、この部分がネックになっていることがなかなかサインツの移籍が発表されない理由だと考えています。サインツの移籍が正式に決まった瞬間、その他の空きシートもすぐに埋まるような気がします。レッドブルが示した本気度、これまでの角田裕毅はホンダに守られる形で契約を更新してきたといえます。ホンダがレッドブルに10億円以上支払うことで角田裕毅のシートを維持してきたと言われていますが、レッドブルが角田裕毅に支払う年俸は全20人のドライバーの中で最低水準だったことを考えると、レッドブルは本気で角田裕毅との契約更新を望んでいなかったとも言えます。しかし今シーズンの角田裕毅は
驚異的な昨シーズンの進化を上回るような走りを披露。その評価を自身のドライビングで一変させたのです。先日ヘルムート・マルコがこう語りました。彼は契約延長に値するよ。今シーズンは間違いなく彼にとって最高のシーズンで、他のチームからも彼の獲得について問い合わせが来ていた。我々は契約を延長しただけでなく、ボーナスも上乗せしたんだ。レッドブルが角田裕毅にいくらボーナスを上乗せしたかは分かりませんが、これで角田裕毅の今シーズンの年俸ランキングも最下位から脱出した可能性があります。もし今シーズンは最下位のままでも、来シーズンは5億円前後にまで跳ね上がっていることに期待します。今回の契約更新はこれまでと同じ単年での契約更新です。しかしその意味合いがこれまでとは全く違うのです。角田裕毅の契約更新時、 RB はこのように発表していました。 RB はオプションを行使して角田裕毅を確保しました。この一文からもわかる通り、チーム側が角田裕毅の流出を防ぐためにオプションを行使したことがわかります。 RB はレッドブルの姉妹チームですが、ドライバーの決定はレッドブル側にあると言えます。レッドブルは現在黄金時代を築いている F1 でも有数のチャンピオンチームです。そのチャンピオンチームからここまで評価された日本人ドライバーはこれまで一人もいません。唯一それに該当したのはザウバーのシートを喪失し、フェラーリが拾ってくれた小林カムイだけです。しかし当時は小林カムイのレギュラー昇格は現実的ではなく、あくまで何かあった時の保険的な獲得だったような気がします。それと比べると、レッドブル昇格が目の前に見えている角田裕毅とは少し意味合いが違うと言えるでしょう。これまで角田裕毅はテストであろうとも一度もレッドブルのマシンをドライブしていません。ローソンやハジャーですら乗っているのにとも思ってしまいますが、できることなら一度は FP1 でチャンスを与えてほしいです。もし今シーズンも鈴鹿での日本グランプリが秋なら嬉しいサプライズがあったかもしれませんが、すでに日本グランプリは終わっているというのがまだ少し慣れません。 F1 の契約はあってないようなものだと言われています。今回アウディが角田裕毅に8億円を用意したように、来シーズンの今頃、信じられないようなチームから巨額な移籍話が舞い込んでくる可能性も出てきました。今後も角田裕毅が同じような活躍を続けるなら、もはやレッドブル昇格だけが最良の選択ではなくなるでしょう。このような背景もあり、角田裕毅のレッドブル昇格はペレスの成績は関係なく、もはや規制路線になりつつあると感じます。フェラーリに移籍するハミルトンですら、ルクレールにボコされたらどうなるかわかりませんよ。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。みんな明日も頑張れ。